ブライトン・ホーブ・アルビオンがリーズ・ユナイテッドの U21 オランダ代表 FW ・クリセンシオ・サマーフィル22獲得に動き出したようだ。フェイエノールとの株組織出身であるサマーフィルは2020年9月にリーズへ完全移籍で加入。昨シーズンのプレミアリーグでは28試合4ゴール2アシストの数字を残し、降格となったチームにあって存在感を示した。今シーズンも チャンンピオンシップ、イングランド2部、43試合で19ゴール9アシストをマーク。チームがプレミアリーグ昇格を逃す中で、ビッグクラブから関心を集める状況となっているが、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ブライトンが交渉を開始したとのことだ。ブライトンは本当にもサマーフィル獲得を検討しており、今夏の獲得に本気な模様 ソリーマーチとミトマカオルが長期離脱となり低迷したことを受け、ウィングの補強に動いている。ただし、サマーフィルに対してはリバプールとチェルシーも接近。今夏の人気銘柄となるのは間違いないことから、ブライトンとしては難しい交渉が予想されている。